はーい、例のファイヤーマーケティングの田中丸11です。今日はドリブルやって、ドリブルのなんかいろいろ質問があって、プロになるためにドリブル、どういうドリブルをやったら上手くなりますかとか、どういうドリブルを練習した方がいいですかっていうのがいっぱいあったんで、ちょっとやっていきたいなと思います。で、届いたからテレビも今度からやっていきたいと思います。実況もね。よし、はい、ということで今日は、ゲストの方を呼んでます。はい、紹介したいと思います。はい、紹介します。はい、それでは来てください。見てるぞ見てるぞって見てるぞって、うぃー、はい、トビです、よろしくお願いします。さっきパウロさんから紹介 ありましたように、ドリブルで、パウロさんがプロになれたテクニックを10個ほど僕が代わりにやっていきたいと思います。ではやっていきます。レッツスタート。今日はデイダラさんがいないから、やったー。1つ目、何もやったことないっていう人が多いと思うので、これから始めます。できる？これ早くしてもいいよ、早くしてもいいんだからね。これです、これができるようにしてください。まあ100回はできるようにね、これで。はい、終わり。では2つ目、2つ目はローリング、ローリング止める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 。本当はステップした方がいいかもね。ローリングトラップ、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 ローリング、まあなしでもいいけどね、見にくい。2つ目終わり。そして次は3つ目、それを組み合わせるんです。ペチトン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 。わかりました？わかりましたか？はい、じゃあ次4つ目、次は違う技になります。トン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 、引いて、足の裏で引いて触る、足の裏で引いて触る、足の裏で引いて触る、トントン。それをできたら早くしていきます。もっと早くできる、もっと早くできる人、もっと早くやっていい。はい、じゃあ横から見たらこんな感じね。トン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 。できるかな？みんな、できたら、できたと言ってね。はい。で、今やってきたので、何個やったんだろう。次は、5つ目。5つ目は、後ろに引いて、横に出す。後ろに引いて、横に出す。後ろに引いて、逆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 に出す。それを早くして。はい、はい、できるかなみんな。5つ目これだよ。次は6つ目。6つ目いきます。6つ目は、はい、いくよ。トン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 、止めて出す、止めて逆に出す、止めて逆に出す、止めて逆に出す。それは早く、トン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 。はい、できるかなみんな。できたら、できたって言ってね。あ、君できたんだね、すごいね。では次行きたいと思います。7個目、みんなもできると思うけどね。いきます。止めて、シザースで横、次シザースで横で止める、シザースで横で止める、シザースで横で止める。いくよ。
死んだ。はい、7個目でしたね。7個目終わりました。次8個目。今さっきはこうやってまたいだんやけど、次は止めてシザースポン、止める、シザースポン、止める、シザースポン、止める、シザースポン、それを滑らか滑らか速くすると、トン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 、滑らかにするとね、滑らかにしすぎなんだけど、はい、いくよ、はい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 、できたかな。次はその逆もやってみよう。9個目。9個目はその逆です。こっちの方が簡単かもしれないね。シザースって転がして、シザースの逆やね。シザースはこうやけど、それの逆、こういうやつ、こういうやつね。それを加えます。こうね、こう、はい、いいぞ。できるかい皆さん。10個できた。とりあえず初級編だね。これはできない人もいると思うから、これをきれいにできるように頑張ろう。今日は雨だから外でできないけど、今日は家の中でやってみました。はい、ということで終わりたいと思うんですが、その前にこの10個でき簡単にできたなと思う人は、そこにインサイドを加えてください。例えばこういうやつ、こういうやつね、こういうやつ、こういうやつにはトン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 、普通はこうやるでしょ。普通はこうやるだけなんやけどね。でもそれに1個加える。この1、2、1、2、1、2だけど、そこに1つ加えてほしい。1、2、3、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 1、2、3。わかる？そういう感じで1個加えてほしいな。インサイド1個加えれたら、また君がもしインサイド1個加えれるなら、君は上手い証拠だ。だからもう1個次のランクを用意しとく。はい、ということで今回は初級編だけど、この初級編で満足できない人はインサイドを加えてみてください。どこかのタイミングでいいから、インサイドを1回ワンタッチ増やしてみてください。あ、設定忘れた。増やしてみてくださいね。もしこの10個が簡単にできる人は、どこかにインサイドを1つ増やしてくださいね。デイダラさんがお待ちのようなので、それでは帰ります。さようなら。はぁ、さようなら。トビさん、トビさん、さようなら。ということで、トビさんが僕の代わりに今日は教えてくれました。簡単だと思うんですけど、また難しいのも用意しとこうと思うんで、まずこれができるように、お家の近く、お家の目の前とかでもいいけど、安全なところで、安全を確保できるところでこれを練習してください。僕みたいに絨毯の上でやるのもいいけど、動かない絨毯の上でやってください。やるならね、怪我するのが一番ダメなんで、この時期ね。安全を確保してできるように頑張ってください。さっきもトビさんが言ってたように、これ初級編なんですけど、これ簡単にできるよっていう人は、そこにインサイドを一つ加えれるように頑張ってください。またそれを DM とかで送ってくれたら、それをできてるかどうか判断しようかな。ちょっと多すぎたら返せなくなるかもしれないけど、これできてますかっていう感じで来たら、ハートで返すようにするわ。ちょっと文で返すとね、時間がかかりすぎるから。はい、ということで、この時期みんなも大変だと思うけど、こういう地味なドリブルから練習して上手くなっていってほしいと思います。はい、ということで今日はトビさんの協力を埋めてスムーズに終わることができました。また、これをできるようにしてくれたら、みんなの反応を見たら、次出していこうと思います。まあ、できたら外でやりたいねんけどね。
今日はすごい雨降ってるから家の中でやりました。はい、ということでさようなら。Oh, oh, 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 oh.